どうも、エルザです。それでは、ラストオブアスパート2やっていきたいと思います。さて、まず回復。血まみれなんでね。まあ、とりあえず内部侵入して。って感じかな。多分ね、見つからずにもいけるんだろうけど、武装してるからさ、一発じゃ倒せないんだよね。それ考えると、もう、戦闘を起こした方が早いんじゃないかなと。よしよしよし。探索完了。これで内部に入れる感じかな。はあ、さあ入りますか。一応いないだろう。この扉？うわー、マジか。どこ？噛まれてる。下がってる。こっちに銃向けないで。おい、ちょっと待て。アビーは逃げた罰で、クイのとこにいる。クイ。浜辺に行ってみろ。すぐにわかる。死んでるだろうけどな。行くぞ。アビーは逃げたのか。じゃあレブは？アビー、絶対に見つけてやる。もう執念だよね、ここまで来るとね。復讐と、復讐なのかな。いや、もうボロボロだもん。さあ、捕虜が戦ってる間にね。ああ、出血がやばいね。くそ。浜辺に向かおう。燃えたか。浜辺はこっちかな。いやでもアビーもだけどレブは、何ここ。見せしめか。
数ヶ月前って言ったよね。これか。え、ちょっと待った、髪切られてる。助けて、お願い。数ヶ月前だか、アビーめちゃくちゃやつれてたよね今ね。うわー、ボートがあるって言ってたよね。3人で逃げるわけ？ああ、ボート、このボートあれだ、オープニングのやつじゃん。わけにはいかない。悪いけど諦めて。やめて。私はもう戦わない。いや、戦うの。その子を巻き込まないで。あんたが巻き込んだんでしょう。いや、ここまで来て争う？
いや、痛い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 。ああ。いやいやいや。ああ、それは痛い。ああ。いやー、アービーはアービー、いやー、戦ってほしくないな。あー、押したくない。うわあ、もうボロボロじゃん。あんだけやられてんのに。あー、熱い。もういいんじゃない、もうここまでやらなくても。急所攻撃すんの？ダメ、このまま待ってたらダメなのか。いやー、ちょっときついな。アビーもアビーで思い入れあるからね。やめて。あー、指。
の子と一緒に。戻ってきたか。しかもエイリー左の小指と薬指が。リーナがいない。マジか。なくしてばっかしじゃん。いやー、それも弾けないでしょ。
それ何？コーヒーだ。どこにあったの？ああ、先週町に来た人がいただろう。ああ。ちょっと恥ずかしいほど高くついちまったが、まあ悪くない。セスくらいなんとかできた。そうだな。それとジェシーに巡回の口出しするのやめて。わかった。ディーナと付き合ってるのか？違う。あれはただのキスだし、別に意味なんてないよ。そもそも何でしたんだろう。好きなのか？本当バカみたい。俺にはあの子がどういうつもりかわからないが、お前と付き合えるなんて幸せ者だろう。よくそんなこと言えるね。俺はただ、私はあの病院で死ぬはずだった。生きたって証を残せたのに、それを奪ったんだよ。もしも神様がもう一度チャンスをくれたとしても、俺はきっと同じことをする。わかってる。多分一生そのことは許せないと思う。でも許したいとは思ってる。それでいい。
はい、ということで、ラストオブアスパート2、クリアとなります。うわー、もう指がないからギター弾けなかったね。あれはちょっと嫌だな。まあまあ、でもそうだよね、もう失うものが多すぎるんだよね今回は。かといってワンの出来事を戻せるわけではないから、なんとも言えないけど、あーよかったね。あー、サンタバーバラのか、あの円のやつは。海が晴れたね。エキストラコンセプトアートだったり、モデルギャラリーがあるのか。あー、ロードが入る。まあ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 、まあ、ということで、ラストオブアス2、クリアとなります。これ3とエピローグが、ああ、こうやって見れるわけだね。で、なんかポイントが入ってるから、全員出るのかな。あ、モンスターも、そっか。一応そうだね、全部違うね。はあ、いや、アビーもさ、アビーの最後悔い、もうさ、アビーがこれ全然違うんだよね、奴隷として扱われて痩せ細って全然違うんだよね。もうどっちも全然幸せじゃない結果になったもんな。あ、でもものすごく良かったね。なんだろうな、炎上炎上言われてるから、実はラストオブアスパート1クリアしてすぐ発売日だったんですよ。で2をしようと思っててちょっと待ってたら、もう発売してすぐ炎上したんで、まあ、海外とかでだったんだけど、署名活動もあってめちゃくちゃ心配してたんだけど、まあ蓋を開けたらめちゃくちゃよくできたゲームで、受賞もしたもんね最後ちゃんとね。だからよくできたゲームだなーと思いつつ、感情を揺さぶられるゲームとしてはめちゃくちゃいいんじゃない。いや、ほんとよかったなーと思う。で、まあ結構ね、映像的にきついところとかが多かったね。1に比べるときついところが起きて、ボタンを押すときもきつい選択が迫られるっていうことが多かったんで、なかなか辛いなと思うところもあったんですけど、ゲーム性がとても良かったんで、ストーリーが良かったね一番はね。いや、最後まで久しぶりに楽しめたゲームかなと思います。ということで、今回でラストオブアスパート2は終了ということで、 DLC の予定もないらしいんですよ。一応なんかマルチプレイができるみたいな話は聞いたんですけど、まあどうなるかもそこも分かってないんで、まあまあこのまま終わりたいと思います。で、結果、そうだね、40話でぴったり終わるということで、ここまでにしたいなと思います。はー、いいゲームやったということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。じゃあまたねー。